小坂善太郎1月23日から2000年11月26日は日本の政治家。自由民主党の衆議院議員で外務大臣、労働大臣、経済企画庁長,長官を歴任した長野県長野市出身。学習院を経て1935年に東京商科大学を卒業する。三菱銀行勤務や新越科学工業、直越工場長、 同社取締役を経て、1946年の第22回衆議院議員総選挙に、長野一区から立候補し、初当選する。以後、当選16回。片山内閣で9ヶ月間大倉政務次官を務める。吉田茂に目をかけられ、衆議院に予算委員長や、第5次、吉田内閣で、労働大臣を務めた。1960年、第1次。 池田隼人内閣で外務大臣に就任する。アメリカと協調しながら高度経済成長による経済大国の建設を目指す池田外交を大平正義と共に推進した。その後、経済企画庁長官や自民党政務調査会長、外交調査会長を歴任する。小坂の外交路線はいわゆるハト派で、1972年の日中国交正常化では、 議員外交を展開、日中国交正常化協議会会長として、田中閣営首相の法中の地ならし役を務めた。三木改造内閣では、三木武雄に求められる形で外相に就任するが、直後に太平派から離脱する。1980年に太平内閣不信任案が可決された時には、風を理由に本会議を欠席した。百八十三年十二月の、 第37回衆議院議員総選挙では、田中修正の台頭により初めて落選を喫すが、1986年の第38回衆議院議員総選挙で国政に復帰し、以後は中曽根派に所属する。1990年の第39回衆議院議員総選挙には、不出馬を宣言、次男の検事に地盤を譲り、政界から引退した。引退後も、 国際親善などの分野で活動し、1995年には国連50周年記念国内委員会委員長を務めた。1982年に君一等旭実大受賞を受賞。同年に国連平和賞を受賞。2000年11月26日、88歳で死去した。ありがとうございます。